皆さんこんにちは。ついにテイルズコラボ始まりましたね。ほんとついに来たって感じですね。タイトル画面がもう変わってますね。もうコラボって俺生きてる間にもう来ないんじゃないかって思ってたんですけど、あ、何これ、ショップメンテナンス中ってありますね。なんだろう、もうコラボ来てる場面に立ち会うなんて思いもしませんでした。あ、何これ、右上これパネルミッションか。俺始めた頃ね、あのペルソナコラボが終わった直後っていうかちょっと後だったんですよ。あ、何これ、ログインしただけでもらえる。何これ、非属性ダメージが上昇する、星4。あ、すげえ、残突だ。全部のモンスターからの非ダメージ軽減、状態異常も軽減。うわ、すっげえこれ。え、これタダでくれんの、これすごくね、えぐ。何これ、コラボ総力戦って、これ何、これ何、あ、ダンジョンなのね。へえ、すげえ。コラボハッピーダンジョン。これは、あれか、ジェムがもらえるやつかな。ちょっとお知らせが、まだなんかショップメンテナンス中っていうことで見れないんですけど、これなんだろう、このテイルズオブハッピーダンジョン。うわ、なにこれ、え、すげえ、ローディング画面がなんかこんな風になってる。なにこれ、すげえ、ハッピーダンジョン。え、これは何、これストーリーとかじゃなくて、何、あの、アルカナジェムもらえるやつとか、そういう、あの、スタンプとかのやつ。あ、やばいやばい。ちょっと待って、編成が、カオスワンアイドやってたので、ちょっと編成がカオスワンアイドみたいになよりになってる。ちょっと待って、これを倒せばいいのね。あの、普通のバースデーの時と同じ感じかな。いつもキャラのバースデーが来ると、あの、ハッピーダンジョンって言って、あ、これなんかテイルズっていうやつのキャラなのかな。これなんかロイドっていうらしいけど、なんだろうこれ。え、これ何、倒すと、え、倒すとこれ先に進むの？これ何これ、クエスト、受注クエスト、あ、そういうのはない。何？先に進むのこれ。あれ？こっちにもあんの？こっちも倒すの？面白。こんなのあんだ。ペルソナコラボの時はこういうのあったのかな？あ、これ普通にあれじゃん。何これ？何これ？なんか今出て、何これ？え？この人何？どんな攻撃してんのこれ？何これ、え、すげえすげえすげえ、何これ、やば、やばやばやば。あ、これ何、これ進むたびに新しい、これテイルズのキャラがこれ各フロアごとにいるんだ。あ、面白。すげえすげえすげえ、この人何、どういう攻撃すんの、え、おもろいんだけど。何これ、やば。あ、じゃあちょんって、あ、なんか片手再建、なんかモーションが再建っぽいですね。おもろいな。あ、なんかやってる。あ、終わった。なにこれ、レモングミテイルズオブスタンプ。面白い。なにこれ、やば、やべえ、コラボ初体験ということで、なんか、うわ、面白い。なにこれ、めっちゃ楽しいんだけど、やば。あ、パネルミッションこれクリアされてる。あ、ハッピーダンジョンをクリアするだけで、これもうもらえ、めっちゃもらえんじゃん、これ。不労所得、不労所得じゃねえや。これ特に何もしてねえのに、こんなもらっちゃっていいの、マジで。やば。不労所得、あ、なんかこれ、ミラさんとかロイドさんとかこれいるの、これ。え、なんかアシストパーティーで組めないの、この人たち。組まして。なんかショップメンテナンス、いつ終わるかのお知らせも見れないんですけど、何これ、え、秘密ってこと。あ、何これ、デイリーダンジョンが2回来てますね。オーダーは、あ、オーダー引けないんだ、まだ。あ、これ何、これ浮遊城に集いし物語。これお知らせ見れるようになってからもう一回ちょっと動画にしたいな。あ、これがあれか、あのストーリーか。ちょ、ストーリーまた別動画で撮りたいな。え、これ他になんか来てないの、これ。あー、面白い。あ、誰かなんかスタンプ貼ってる、すげえ。まあ、とにかくなんかテイルズコラボ面白そうなので、まあ、ちょっと興味ある方、まあ、SAOIF っていうゲームなんですけど、これあのソードアートオンラインのこの世界に入って、まあ、この実際にこのアインクラッドに来れるんですよ。こうスマホゲーで基本プレイ無料なんで、まあ、よかったらやってもらえるといいんじゃないかなって思います。
今これ動画撮った後にまた気づいたんで、50層のアルゲードにそういえばなんか PV であった気がしたんですよ。テイルズのキャラが歩いてるみたいな、もう撮った後にちょっと思い出したんで、ま、これもちょっと見ていこうかなと思います。いるのかな、え、いなくないですか、え、どこにいんのかな、え、どこにいんの、え、歩いてたよね、だって、あ、なんかイベントかなんかやるとあれかな、歩くようになったりするのかな、なんだ、まだ来てないのかな、まだちょっと見当たらないですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。